今日はかかとねじりについてお伝えしていきたいと思います。ちっとも映らないよ映りたがりかっていう話なんですけど、はい、そんなことはどうでもいいです。ちょっとやっていきますよ。早速、なかなかヒールとか履いてると足がこういう風に倒れていることのが多いと思うんですね。それで足のねじれ、脛骨と腓骨がこうずれてきて広がっちゃったりとかっていうのを、それを直していくためのやり方がこのかかとねじりになってきます。ですね、まずはじめにこうかかとをやる方向でいいんですけど、まず右からやるのでグッとかかとを突き出します。でこのままロックをこうグッとしてかけておきます。でそのまんま膝下からねじるようにして内外に動かします。でこの時に苦手な方向に行く時に、どうしてもこう足のロックがこう外れてしまう方がいるんですね。つま先から行ってしまうというのかな、足首からねじるというよりかは足首はもう固定してあります。固定した状態で膝下を動かしていく。イメージとしてはもうこの足首のところにこうガツッとギブスをしているような感覚ですね。もう動かせない状態にしてロックをかけたまま動かしていきます。だいたいこう3往復ぐらいやれれば OK です。でお次が膝下から動かしたのを今度は股関節から動かすようなイメージでやっていきます。ちゃんとロックをかけた状態で股関節から動かしていく、股関節から動かしていく、これも3往復ぐらい行って終了となります。